5 2 1系の屋根の様子。右側の2 2 3系とは、パンタグラフ搭載位置や屋根型の丸みが異なる。5 2 1系電車は、2006年に登場した、西日本旅客鉄道の高直流近郊系電車である。金沢駅一振り駅間の北陸本線を移管された。 IR 石川鉄道、愛の風と山鉄道でも、JR 西日本からの譲り受け者及びほぼ、同一仕様の自社発注者を保有しており、本校では一括して記載する。2006年10月21日に開始された、北陸本線の長浜駅鶴ヶ駅間と湖西線の長原駅大見市つ駅間の直流化及び、老朽化した車両の更新を目的に投入された、 車体は乗り入れ先となるアーバンネットワークで使用されている2 2 3系2 0 0 0番台と同一のサービスを提供できることを前提として設計された。一編成2両の製造費用は約5億円。2009年度以降は金沢地区の4 1 9系、4 7 5系、4 5 7系の置き換え用として導入が進められ運用を拡大。 これは2015年3月14日の北陸新幹線の長野駅金沢駅間延伸開業に伴い並行在来線として経営分離された北陸本線を転換した第3セクター鉄道への経営支援策も兼ねており愛の風と山鉄道に16編成 IR 石川鉄道に5編成が譲渡され自社発注車も導入されている2020年10月3日からは 七尾線向けに、仕様が大きく変更された100番台が導入され、運行を開始した。JR 西日本が、新生投入した初の硬直流近郊系電車で、あり、営業用の硬直流電車としては、初の二両編成を蘇生している。車体は、ステンレス光を採用し、レーザー溶接の適用範囲を側構え体の腰部、吹き寄せ部に加え膜板部に拡大し、 外観平滑性の高い構造となっている。2 2 3十5 0 0 0番台の前頭部形状と窓、座席配置、同時期に近畿車両で製造されていた3 2 1系の構え体設計が流用されている。屋根型の雨どいカバーも3 2 1系同様に、やや丸みが付けられたものとなっている。全面下部の廃晶器も2 2 3系の 強化型よりさらに強固なものとなった。なお、営業開始後しばらくして、スカートに編成番号が記入された。バリアフリーに対応するため、本系列の床面高さは、レール面から1 1 2 0ト、mm、ルで、貫通ホロの薄型化により貫通路の平滑化が、図られ、上行口にステップがない。そのため、北陸本線の一部の駅では、ホーム傘上げが実施された。 ただしこの傘上げは、ホーム高さが、レール面から 920mm に達していない、駅に対して 920mm への傘上げを行うものであった。なお、鶴ヶ駅長浜駅間の各駅では 1100mm への傘上げが完了したため、ホームと床面との段差は 20mm となった。外装退色は、トブクロブに223系2000番台同様の、 茶色、その下に上から順に青、白、青の三本の帯が入る。なお、飛ぶクロブの貼り付け範囲は2 2 3系2 0 0 0番台5次車以降、及び5000番台側面に順じている。2 2 1系から引き続き、電動車の車体側面には、主電動機冷却風取り込みのための通風口が設けられている。異常時には、 トブクロブから冷却風を取り込むことができるようになっている。合成値については、下記のようになっており、2005年4月25日に発生した JR 福知山線脱線事故後に製造されたが、JR 西日本として保有車両の車体強度強化方針を発表したのは3年後の2008年5月で、車体強化について特段の説明はされていない。 2 2 3系に代表される JR 西日本の直流電車の伝送品などを共用しつつ、交流区間でも使用できる、要、制御電動車は、直流電車相当の機器のみを搭載し、制御付随車に、終電装置、変圧器、整流器といった、高直流対応装備が搭載されるという、MTP ユニット構成となっている。これにより、電動車は、 直流電車と機器の共通化が容易となり、保守上も特高圧機器と高低圧機器の混在によるトラブル防止のメリットがある。このため、電動車だけでなく、制御付随車にも変圧機を、はじめ床下,下に多数の機器が配置され、高圧外資で厳重に絶縁されたパンタグラフも同車に搭載されている。このシステムは、JR 西日本では、 特急系の 681K、6 8 3系で採用されたが、近郊系電車としては本系列で、初めて採用された。また、体感大雪装備として、各社の床下機器、台車には、防雪カバーが取り付けられている。電源、制御機器 MC 車には、車両制御装置と、空気圧縮機を、TPC 車には、主変圧機、主制流機、 終電装置を搭載する。主編圧器は、走行風利用事例式を採用し、1200クバの容量を備える。主制流機は、イグブと素子を使用した、事例式 PWM コンバータ WPC12G2 である。冗調性の観点からコンバータは二台並列接続と、され、故障発生時には、型群を開放することで、出力制限により運転を続行できる。 車両制御装置は、東芝と三菱電機が製造する、イグ部と素子を使用した3レベル、電圧型 PWM インバータ WPC11-G2 である。1機の装置中にインバータを5機搭載し、インバータ1機で1台の主電動機を制御する 1C-1M 制御方式を採用している。補助電源部が故障した際には、主回路用インバータを、 CVCF 制御することで補助電源のバックアップとしている。空気圧縮機は除湿装置と一体化した低騒音型スクリュー式 WMH3098WRC1600 を搭載する。スクリュー式空気圧縮機は2 2 3十2 0 0 0番台以降などでの採用実績がある。終電装置は着設防止を考慮し、 シングルアーム式パンタグラフ w p s 2 8 d を採用する。機器配置は 683K に極力合わせているが、パンタグラフ上下用空気外観をパンタグラフ支持外観と一体化することで、部品点数削減と小スペース化を図っている。主電動機は WMT102C を電動車両1両あたり4機搭載する。長寿命化の観点から、 絶縁種別を H 種からクラス200に向上させ、従来の WMT102 バイトに比べて、出力は向上しているが、構造的互換性は有している。空調機器は、集約分散式の w ウ7 0 8 g に多い治療、あたり2機搭載する。1機あたりの冷凍能力は2万キロカロリー H である。ワウ w 7 0 8をベースに、 トンネルでの車内圧力変動防止の観点から外気、取り入れ口にダンパーが追加されている。警笛は207系以降の新生電車と同様に空気式のタイフォンホイッスルのほか補助警笛であるミュージックホーンの3種類の笛を装備している。タイフォンは廃晶機内にホイッスルは屋根にカバーを取り付けて設置された。 台車台車は2 2 3系で実績のある軸、量式、ボルスタレス台車であるが、床面高さ低減のために、空気バネ高さを 925mm とした、WDT59 バイト WTR243C を採用する。基礎ブレーキ装置は、WDT59 バイトが、ユニット式踏みずらブレーキ、WTR243C が一軸二枚の、 ディスクブレーキユニット式踏み面ブレーキであるが、WTR243C には、駐車ブレーキ準備工事が施されている。また将来の高速化に備え、軸羽根ダンパーとアンチローリング装置の準備工事も、施されている。体幹大切対応として、軸羽根、空気羽根、ブレーキダイヤフラムなどに、防雪カバーを取り付け、雪かきを強化型にしている。また、 速度発電機は非接触タイプに変更された。保安装置保安装置は ATS-SW を搭載しており、運転台より台車床下,下付近に車上紙を搭載する。ATSP については車上紙搭載スペース及び制御装置搭載スペースの準備工事がなされている。その後、一時車については2008年2月から6月にかけて ATSP が 本設置された。性能主電動機と、歯車比は2 2 3系と同じであることから、加速性能は2 2 3系と同等であるが、最高速度は時速 120km とされており、通常最高速度時速 120km の4 8 5系などの旧型車両が特例で、時速 130km 運転が認められていた。北陸トンネルや湖西線内でも、 本系列の最高速度は時速 120km である。なお、223系統の並結営業運転は不可能である。寒冷地域を走行するため、車内の乗降扉横には半自動ドア操作スイッチが設けられている。当初は陶器だけであったが、2011年4月1日以降より通年客用扉の開閉は押しボタンによる半自動ドア扱いとなった。 しかし、2020年6月27日から当面の間、新型コロナウイルス対策の一環として、ドアを自動開閉される。デザインは 321K と同様の操作可能時に、ボタン周囲が発光するタイプが採用された。また、ワンマン運転時に、入り口、出口を表示する、LED 式表示器も設置され、妻面部は、車内視認性向上のため、 窓が設けられ、貫通扉部分の窓も2 2 3系より拡大されている。座席は基本的に2 2 3系5 0 0 0番台を踏襲した横2列プラス2列の4アブレスと扉間5列の転換クロスシートが配置されているが、つま面窓からの車内確認をしやすくする目的で、 クモハ 521K の車タンには 321K に類似した構造のロングシートが設置された。223K にはドアに隣接する固定座席には背面に補助席を装備する構造となっているが、本系列では整理券発行機設置の関係で一部を除き補助席が装備されていない。一方、クハ520型は 223K と同じく車タンが 車椅子対応の洋式トイレと車椅子スペースに当てられているため、同車にロングシート部分はない。運転台の直後に運賃箱と運賃表示機が各車両最後部の客用、ドア横には整理券発行機が設置されている。運賃箱は乗務員室内に収納可能な構造になっており、車掌乗務時は運転台後部が邪魔にならないよう配慮されている。また、 複数の編成を連結した場合は223系5000番台のように乗務員室を通路として開放しており、いたずら防止のため車掌スイッチ類にカバーが設けられている。また、運賃箱は運転台と通路との仕切りとなるような配置になっている。しかし、2021年現在整理券発行機及び運賃箱は使用されていない。車内の客用扉上部には、 2 2 3系などと、同様の号車番号表示器と LED 式のスクロール案内表示器が、片側の客用扉に一つ置きの千鳥配置で一両あたり、計3箇所設置されている。表示内容も変化はないが、号車表示は2 2 3系のセブンセグメントディスプレイに代わり LED 式となった、ため、数字表記の視認性向上が図られた。 JR 西日本が2006年から2015年までに投入し、2015年に一部を愛の風と山鉄道及び IR 石川鉄道に譲渡した0番台、愛の風と山鉄道が2017年以降に投入した1000番台、JR 西日本及び IR 石川鉄道が2019年以降に投入した100番台に分けられる。三社合わせて二両編成54本が、 投入されており、すべて連番となっているが、投入時期により、使用が一部異なる。本校では製造時期ごとの使用の際を示す上で、便宜上、一時車、二時車、三時車と称することとする。括弧内は、各車両の車番を示す。一時車一時車転落防止ホロ設置前、北陸本線鶴ヶ駅以南の直流化に伴って、滋賀県と福井県が、 製造費用を負担して投入されたグループで、2006年9月から10月に、かけて4編成8両が、川崎重工業、1編成2両が、近畿車両で製造された。E 編成と称し、全車両が、福井地域鉄道部鶴ヶ運転派室に配置され、組織変更により、鶴ヶ地域鉄道部鶴ヶ運転センター、車両管理室の所属となった後、 2017年3月4日に全社が金沢総合車両所へ転属となった。2020年3月14日付で再び鶴ヶ地域鉄道部鶴ヶ運転センターに転属している。2002年から製造されている125系と同様に費用を負担した両県内で優先的に運用されているが2009年3月14日のダイヤ改正でオバマ線にも 運用範囲を拡大したため、京都府内にも入選した。二次社二次社金沢地区の体質改善用に、JR 西日本が自社負担で新規投入したグループで、2009年10月から2010年3月に、かけて10編成20両が、近畿車両で、2010年12月から2011年3月に、かけて20編成40両が、川崎重工業で製造された。 G01G15 編成が、金沢総合車両所に配置され、M01M15 編成が、鶴ヶ地域鉄道部鶴ヶ運転センター、車両管理室に配置され M 編成と称されたが、M 編成は2014年2月14日付で、金沢に転属し、これによって、全編成が、G 編成となった。このうち十六編成が、愛の風と山鉄道に、三編成が、 IR 石川鉄道に譲渡された。一時社からの変更点として、2008年8月に、鉄道総合技術研究所でシミュレーターを用いて、行われた手すりや釣り手に関するアンケートをもとに、改良され、釣り手は、とっさの時に強い力でしっかりとつかめるように、形状と色を変更。手すりは、端の角張った部分を曲線化。 ロングシート袖の仕切りの大型化などが実施されている。また、区ハ520型にあるトイレ部スペースが拡大されトイレ出入り口が半円状となり、扉上の LED 式スクロール表示器における英語表示も駅名ローマ字だけが全角表示となるなど細かい部分で仕様が変更されている。また、川純製造分は乗務員扉のノブの周りのくぼみがない。 三次車三次車二次車同様、金沢地区の体質改善用に投入されたグループで、2013年11月から、近畿車両、川崎重工業で製造された。21編成42両を採用した、運転台形状に、全消灯、フォグランプも225系同様の HID 式に変更された。ただし、全消灯、 フォグランプがほぼ水平に並び、その上に微灯を配置した2 2 5系0番台、5000番台、等と異なり、全小灯をフォグランプを内側に寄せて、斜めに配置し、その外側に微灯を配置したデザインが採用されている。このデザインは以後登場した2 2 7系、2 2 5系1 0 0番台、5100番台、3 2 3系にも採用されている。また、 2010年12月に JR 神戸千枚小駅で乗客が先頭車同士の連結面から転落死亡した事故を受け先頭車間転落防止ホロが設置されている当初近畿車両出場時は台座のみが装備されていたが着脱の手間を省くことと運転席からの視野確保や車体洗浄機への対応騒音や 着氷行きなどの課題がクリアできたことから、常時設置されて運行されている。その他の安全機構としては異常事態を、加速度とともに検知し緊急停止や、周囲の列車に緊急停止を伝える、手装置を自動的に作動させる機能である、列車異常挙動検知システム、そして、キハ1 2 0系で使用しているドア5扱い、防止システムを搭載し、 ホームがない箇所でのドア開け扱いを防止する。また、この3次車より、ホロワクのパッキン損傷を防ぐためピンピン受けを改良し、ホロ受けが追加された。先頭車間転落防止ホロ、ドアご扱い防止システム、改良ホロ受けは、1次車や2次車にも取り付け工事が行われた。客室設備に大きな変化はないが、 座席モケットは2 2 5系0番台に合わせた暖色系に照明は LED 式に変更されているが従来通りの蛍光灯カバー付きとなっている2021年3月31日では6年ぶりとなる新車で J22.23 編成が出場されたいずれも川崎重工業製で種別行き先表示がフルカラー LED に変更されている なお、種別、行き先表示は一体型ではなく、223系、体質改善車や、下記の千0番台同様の分離型になっているほか、側窓の形状も従来通りで、照明も千0番台同様従来の天井構造の、まま蛍光灯カバーを廃止して、207系体質、改善車と同様の反射材を使用した、反関節照明とした。また、優先座席には、 スタンションポールが設置されていることや、誘導輪機能の追加等のわずかな変更点がある。千番台合の風と山鉄道が、開業時に JR 西日本から譲渡された413系後、編成の置き換え用として、自社を発注した形式で、2017年12月に1、編成。2020年2月に1、編成。2021年2月に、1、編成が、 川崎重工業から納入された、霊番台三次車をベースに設計された一方、百番台での変更点が先行して一部取り入れられているため、過渡的な仕様となっている。車体デザインや、側窓の構造は霊番台と同様としつつ、種別、行き先表示は、フルカラー LED に、車内の照明は工術の百番台と異なり従来の、 天井構造のまま反関節照明とするため、カバーを廃止して207系体質改善車に準じた形状の反射材を設けている。1000番台は2022年度までに5編成が導入される計画となっているが、従来の仕様のままか100番台に準じたさらなる仕様変更が行われるかは未定。100番台 JR 西日本が 七尾線で運用されている4 1 3系と4 1 5系の置き換え用として2020年10月3日から導入された。例万台3次社以降に登場した2 2 7系、3 2 3系で採用された新機構が多く採用されている。主な3次社からの変更点は、正面の種別表示、行き先表示のフルカラー LED 化。 側面の行き先表示器と種別表示器の一体化及び、フルカラー LED 化、優先座席にスタンションポールの設置、側引き戸の飛ばさみ検知機能及び、誘導輪機能の追加、車椅子スペース部の通路幅拡大、車両間のつま引き戸のアシストレバーの採用、車内案内表示器の増設が挙げられる。また、側扉間の窓形状を 227K、 323K と同じものに変更しており、天井の構造も225系造美車、227系、323系同様 LED の光を、一旦天井面に均一に照らしてから、その反射により、室内を照らす方式に変更している。主に、七尾線で走行するため、側面体も415系と同様に、 輪島塗りの漆をイメージした赤根色に変更している。各出入口付近には2021年3月13日から開始した7尾線の移行化サービスに対応するため、車載式降下改札機を設置している。2019年12月24日には、第一陣となる、有令1、3編成の6両が、近畿車両より出場し、金沢総合車両所に、 申請配置。その後も2020年7月15日には U、U04U06 編成の6両、8月5日には U、U07U09 編成の6両、9月9日には U、U10U12 編成の6両がそれぞれ、近畿車両より出場している。2020年10月27日付で U、U13U15 編成の6両が、追加配置され、 投入計画の2両編成15本の配置が完了した。また、2020年12月に IR 石川鉄道向けの新造車として2両、編成3本が出場した。JR 西日本100番台の続版で製造されており、編成番号は、同社続版の IR06 から割り振られている。車両構造やデザインは、基本的に前述の七尾線用100番台に、 順じているが、ロゴの部分が JR マークから IR マークへと変更されている。2015年3月14日の北陸新幹線開業によって、北陸本線金沢駅、直江津駅間が経営分離されたのに伴い、本系列の一部の編成において、愛の風と山鉄道と IR 石川鉄道への譲渡が行われている。両者とも、形式名称などは、 JR 時代と同様で、上都日はべて開業日と同日付け。上都先の自社区間はすべて交流電化であるが、直通運転などに備えて、直流関連機器の撤去などの改造は行われていない。愛の風と山鉄道上都社と山県内区間を転換した愛の風と山鉄道には、 JR 西日本から6から9.11から13.15から18.2123.2431.32の16本32両が譲渡された。風をモチーフとした2色のラインが施され、山側が富山湾の神秘さを表現した水色、海側が富山県の豊かな自然を表現した緑色のものとなっている。石川県内区間を転換した。 IR 石川鉄道には JR 西日本から10.1430.5556の5本重量が譲渡された。車体前面部と側面に空色と青のカラーリングが施され、側面と転落防止ホロには石川の伝統光源を彩る5つの色が各編成1色ずつアクセントカラーとして配されている。 このうち事実上の新造車として導入された55.56は、開業1ヶ月前にあたる2月6日の落成で、一旦は、JR 西日本の車両として、JR の都職で製造された。なお、JR の車席であったのはわずか35日だった。上に上都前の営業運転実績はない。2020年10月1日現在、 金沢総合車両所に2両編成の G 編成11本、J 編成19本、100番台の U 編成12本、計4 2本84両が、駿河地域鉄道部駿河運転センターに2両編成の E 編成5本10両が、それぞれ配置されている。2017年3月4日に、駿河運転センター所属者が、金沢総合車両所に全車転属し、 2020年3月14日付で、鶴が運転センターに戻った E 編成を除き、JR 西日本所属の521系は、金沢総合車両所に集中配置されている。E 編成は、古際線走行に必要な ATS、P 保安装置を搭載していることや福井、滋賀両県の公的支援をもとに製造されている、関係で沿線自治体に配慮するために、 鶴ヶ以南での運用がほとんどである。2017年3月4日現在の運用線区は以下の通り。鶴ヶ駅福井駅間では2両編成、福井駅金沢駅間では4両編成を基本に運行されている。かつては朝の福井発金沢駅1本とット駅、金沢駅間では6両編成の列車も設定されていた。鶴ヶ池岩の本系列による 普通列車はすべて二両編成で運転されている。二両編成はすべての区間でワンマン運転が実施されている。導入された2006年から2009年度増備車が落成するまで北陸本線前原駅福井駅間及び湖西線大見松駅大見市津駅間の普通列車に運用された。これにより前原駅 大見松駅鶴ヶ駅間で運用されていた4 1 9系などは本系列や1 2 5系2 2 3系に置き換えられた。2009年3月14日からはオバマ線でも運転を開始し、同線ではワンマン運転も開始された。これによりキハ48型が撤退して、以来17年半ぶりに参線共通運用車両が復活した。 なお、オバマ線での定期運用は2010年3月13日のダイヤ改正で消滅したため、1年間限りの運用となった。その後も125系2両編成ワンマン運転の一部運用を車掌乗務で代送することがある。2009年度の増備に伴い、北陸本線福井駅金沢駅間でも営業運転を開始している。 2011年3月12日のダイヤ改正により、鶴ヶ駅、金沢駅間の普通列車は、運転系統上福井駅まで乗り入れる小指北線を除外すると、原則として、本系列のみで運用されるほか、同改正では、朝の下りに、福井発津端駅が新設され、定期運用で初めて、金沢伊東に乗り入れる列車が設定された。また、 同年4月2日から4月7日まで、東北地方太平洋沖地震の影響による、車両部品の不足のために一時的な本数の削減や、行き先変更が実施された際は、本系列が、臨時列車として平日の未4両編成で、金沢駅、津た駅間を往復した実績がある。毎年5月に開催される、ウォーキングイベント、若さ、 三方五湖ツーデーマーチの開催当日は、鶴ヶ駅小浜駅間で、臨時列車が運転される。通常小浜線で運用される125系では、車両が不足することから、2011年5月21日22日には、鶴ヶ地域鉄道部鶴ヶ運転センター、車両管理室の車両が4両編成で、若さ、三方五湖ツーデーマーチ2.3号に充当された。 2012年3月17日のダイヤ改正では、津端駅と山駅間でも2両編成による営業運転を開始した。2014年3月15日のダイヤ改正では、金沢駅と山駅間での本系列による運転本数が大幅に増加して、過半数が本系列による運用となり、金沢駅と山駅間でも4両編成による運用が行われるようになった。 これにより朝の福井発津行駅が金沢駅に変更となったため、ほとんどが金沢駅で系統分離されることになった。2014年10月18日のダイヤ修正では、富山駅白駅間で同年12月20日より、泊駅糸井川駅間でも営業運転を開始し、2015年3月の金沢伊藤三石転間まで運用された。また、 このダイヤ修正で、金沢駅と山駅間の日中時間帯の2両編成による、普通列車において、後乗り、前寄り方式による、ワンマン運転が開始され、2015年3月の、金沢伊藤三席転換まで続いたが、IR 石川鉄道、愛の風と山鉄道への経営移管後は、金沢駅いするぎ駅間では、 ワンマン運転を実施しておらず、イスルギ駅以東のワンマン運転時でも自由、乗降方式へ変更された。2017年3月4日のダイヤ改正で、鶴ヶ駅、福井駅、金沢駅間の昼間時間帯の2両編成による、普通列車において、後乗り、前折り方式による、ワンマン運転が開始された。無人駅と一部の簡易宅駅では、乗車時に1両目の後、扉付近で、 整理券を取り、降車時に整理券と現金、または切符を運賃箱へ投入して、車内生産する方式であった。移行下などの交通系 IC カードの場合は IC カードを運転士に見せてから降車し、駅の改札口にタッチする方式を採用していた。2019年3月16日のダイヤ改正でワンマン運転の区間が、 北陸本線前原駅鶴ヶ駅間と湖西線、大海松駅大見市四津駅間にも拡大され、北陸本線前原駅金沢駅間と湖西線、大海松駅大見市四津駅間を運転する二両編成による、普通、快速列車はすべてワンマン運転が実施された。また、ワンマン運転の方式を改め、愛の風と山鉄道と同じく自由乗降方式となり、 無人駅でもすべての扉が開くようになった。乗車時に、車内で、整理券は発見されず、切符は、駅の運賃箱に投入する従来の方式に戻った。2020年10月3日のダイヤ修正で、七尾線内営業運転を開始した。2021年3月13日の、ダイヤ改正では、福井駅七尾駅間での6両編成の運用が、なくなり、 七尾線ではワンマン運転が開始された。後乗り、前寄り方式は前述の通りだが、移行かなどは、車載型 IC 改札機でタッチする方式を採用している。2006年9月27日、JR 西日本への納入を前にして、川崎重工業兵庫工場にて第一編成が、報道用に公開され、翌9月28日から、 高取駅あわら温泉駅京都総合運転所間で試運転を開始した。また、10月21日には、鶴ヶ駅にて、川崎重工製の第4編成が一般公開された。同年11月30日から第3編成が営業運転に入り、12月5日からは第4編成が追加投入された。11月下旬以降に残る。 1> 第1、第2編成と近畿車両製の第5編成が営業運転を開始し、投入初年度は合計2両編成5本の計10両の人用となった。これらの全車両が金沢支社鶴ヶ地域鉄道部鶴ヶ運転センター車両管理室に在籍している。2009年度は第6編成から第15編成までの10本20両を増備し、 2010年3月13日ダイヤ改正より、北陸本線福井駅金沢駅間でも、営業運転が開始されている。これに先立ち、2009年10月27日に、近畿車両から第6、第7編成が、同年12月22日に、第8編成から第10編成が出場したが、当該編成は、金沢総合車両所を意味する、金沢の所属表記となっている。 2011年3月12日ダイヤ改正に合わせてさらに40両を追加投入することが金沢支社から公式発表された。2010年12月17日には第16編成から第18編成が2011年1月11日には第19編成から第21編成が1月25日には 第22編成から第24編成、2月3日には、第25編成から第27編成が、川崎重工業で落成し、試運転が行われた。2013年度は、11月6日に、第36編成から第38編成が、近畿車両から出場した。その後2014年に入り、J4 編成から J1 級編成までが、近畿車両。 川崎重工で順次落成し出場している。2015年2月には、IR 石川鉄道上都分となる J20J21 編成が新造された。2017年には、愛の風と山鉄道の413系置き換えを車両である1000番台が製造されており、2019年には、7尾線の置き換え用として100番台が順次、製造されている。 ありがとうございます。